鉱山城に置いた。単に高山藩とも言う。鉱山寺宮美騎氏姉が鉱寺氏ら、旧日田国国氏らの攻略に活躍した金森長近が、天正14年に国主として入府する。天正16年より、鉱山城の築城を行い、慶長5年までには、本丸、二の丸を完成させていた。関ヶ原の戦いで東軍についた長近の功により、 美濃国上誘致一万八千国、河内国近連三千国を加造され、ここに、日田鉱山藩の初代藩主となる。慶長十二年に長金が死去すると、加徳と日田鉱山藩領は、養子の金森果樹が厚ぎ、上内藩は、晩年に生まれた実子の金森長光が継いだ。高山藩政は、第三代藩主、重頼の時代に検知が行われるなどして確立した。 このように、金森家の統治は六代107年間続いた。元禄五年7月28日に、第六代藩主、金森雷能を第に、突然で和国神の山藩に違法となる。これは、飛田鉱山の豊富な資源に幕府が目をつけたとの説と、戸様大名ながら当時幕府の側用人に抜擢されていた、雷時に不手際があったとの説等があるが、この後、飛田鉱山は、 天領となって、明治時代に至ることもあり、前者の信憑性が高い。天領地となった日田鉱山には、大官として、関東軍大の稲田ダーツが兼任で入り、加賀金沢藩主の前田綱則が鉱山城在番となった。鉱山城の維持が難しくなった幕府は、元禄八年に取り壊しを決め、それ以後日田鉱山大官、軍大は、金森池の下屋敷であった。 高山ジニにて政務を行ったとする説もある。聖徳五年、森山実る堂が専人の大官に任じられたが、安永六年に、大官の大原昌政が、飛田一国の現地に成功した功績を高く評価、されて、飛田軍隊に任命された。飛田軍隊は、役高四百票で、不意着用が許され、大官としては、関東、美野、西国筋に次ぐ、 第四位の序列だった。後に、白山一帯の幕府領及び、美濃国、加賀国、越前国に散在する、幕府領の支配も任され、越前本保、美濃市も川辺に出張所が置かれていた。文化2年には10万8千国、天保9年には11万4千国を支配していた。安政5年の資料では、軍大支配の俗領が24名。 旧金森市維新などからなる世襲の地域人が49名いたとある。幕末の新見正志港に至るまで25人の大官が飛騨を支配した。なおこの鉱山神屋は江戸時代の神屋の中で唯一現存しており、保存、修復工事を行って国の史跡に指定されている。明治維新に至るまで25代177年間のうち、 14代92年が、飛騨軍隊の支配であった。明治元年、飛騨は、明治政府によって就航され、飛騨県、高山県、千熊県を経て、岐阜県に編入された。長金は、関ヶ原の合戦の後に漁した、美濃国城誘致の長良河畔に、物資輸送の玄関口として、上内港を整備した。袋坂峠を通り、 姿金山飛高街道へ合流する津保街道も、整備し、生死と養産業、林業を育成。長良川下流への衆運の拠点として栄えた。上内藩は、長金の子の長江の領地となったが、幼くして没したため、その後、幕府領を経て、終わり藩領となった。戸山三万八千国長金会茂より、五古将、よりのおよりなり来、奥詰、川用人。 二期健一監修、工藤博士聖編、国別版と、城下町の辞典東京堂、出版、2004年9月20日発行。ありがとうございます。